じゃあ、その、まあ、ちょっと前にあった、まあ、伸び悩みともつながってくるかもしれないですけども、やっぱりその、うまくいってない時でネガティブになったりとかしてて、やっぱりその感謝の気持ちに、いろんなことが、まあ、サポートしてもらえてることにも気づけなくなったりだったりとか、自分自身閉じこもっちゃった時になんかは、まあ、その感謝というのが一つのヒントになることも出てきます、きそうですね、今の感じだと。どうでしょうか、ラクさん。出てくると思いますよ。そう、だからそういう、なんていうか、伸び悩むとか、そういう自分が壁にぶつかったときに、どう対処するかっていう、その基本は、やっぱり感謝のそういう気持ちがあるかないかだと思うんですね。で、その自分が伸び悩んだり、こう壁にぶつかったときに、なんでこうなったんだろうって、やっぱりいろんな人のことを考えると思うんで、いろんな状況を考えると思うんで、その時に、あ、自分一人じゃないんだっていう気持ちになれば、いろいろ解決能力が出てくると思うし、そういう、なんていうかな、コーピングっていうんで、対処する能力っていうのは、感謝から、いわゆるポジティブ感情、ネガティブ感情じゃなくて、ポジティブにものを考えていく感情、ありがたいなとか、やってもらって、よかったねとかっていう感情が、その基本になるというふうに言われてるので、そういう気持ちが湧かないと、なかなかそういう、不測の事態っていうか、そういう自分が、なんていうか、伸び悩んだ事態のところで対処できない、自分で対処できないと思うんです。で、反対にそれがネガティブ感情になるから、文句言って、これがしてもらえないとか、あれがしてもらえないとかっていうと、ますます、まずくなってしまうという話ですよね。だから、その時にいかに、そういうポジティブに、感謝の気持ちが表せるかどうかっていうことが、すごく次のステップに行くときに重要なことだと思うんですね。で、それができればメンタルヘルスもそんなに落ち込ま、あの悪くな、悪化しないと思うので、やっていけるんじゃないかなっていうところです。そのあたりがうまくコーチングができれば、すごく、いいんじゃないかなと。その前に、まあ、自分でそれを気づいてほしいなっていう気がします。